自称ディル・アン・グレイのボーカル、金銭騙し取る。自分がロックバンドディル・アン・グレイのボーカルだと信じ込ませて、同居する女性の父親から現金5000万円余りを騙し取ったとして、奈良県に住む39歳の無職の男が逮捕されました。これ今月一番好きなニュースかもしれないです、ね、マジでマジで急遽入れてもらってね。そう、なんでこれがこれ入っちゃうの、これって思った。いや最高ですよ、面白い。こんなニュースないですよ。なんでディル・アン・グレイって名前しか知らないもん。ディル・アン・グレイっていうのはまあかなりハードなビジュアル系っていう枠に入れるのも申し訳ないぐらいの本格的なバンドなんですけど。あ、なるほどなるほど。この信じ込ませる感じのディテールとかは全部良かったですね。へえ。全く同じタトゥーを入れて、ツアーとかテレビに出るような時はわざと本人も家を開けてとか、いる時にテレビに映ると俺今体調悪いから影武者にやらせてる。影武者がボーカルやるバンドがねえよっていうよくそれで騙せたなっていう。あ、そっか、あ、そういうことね。同じタトゥー入れるだけで騙せんのって。似てなかった。そう、写真見る限り全然そんな似てないし。あ、そう。タトゥーはあれでしょ、多分シールじゃないの、わかんないけど。いやいや、結構本格的に。本格持ってんの？首から入れてる人なんで。あ、ほんと？うん。いやー、凄まじかったですね。あの、ディル・アン・グレイ、事務所が僕も大好きな、はいはい、ダイナマイト・トミーさんがやっている事務所なんですよ。うんうん、なので、事務所の社長に通帳を押さえられちゃって金使えないから金貸してくれってやり口で、うんうん、金を引っ張ってたって聞いて、なるほど、ある程度事務所のリアリティみたいなのも出そうとしてるのかっていう。トミさんっていうのはかなりね、アウトロー出身で、うん、名前だけは知ってますよ。そうそうそう、うん、怖いでしょ、じゃあ本物ですよ ね。中学卒業した後に、うん、家の前を通る不良とかから通行料を取ってしのいでたような人ですよ。ヤクザになるかバンドやるかしかなくて、ヤクザになりたくないからバンドを始めた人で、パンクでね、まあパンクというか、まあ、ビジュアル系ですね、ビジュアル系でね、 X のライバルみたいな感じの、はいはいはい、かなり凶悪な、ね、うん、僕の大好きな板垣圭介先生もトミーさんはやばいって言ってるぐらいの本物の人なんで、うん、そうそうそうだよね。初期の聖堂会館で空手やった人なんで、あ、もうやばいね。そうそうそう、うん、そこの事務所の人だからいろんなリアリティが出てくるんです。あ、なるほどね。あ、まあそうですよね。面白い。いやー、いいニュースでしたね。5000万円もよく、まあ、うん、そう、もうそれもよくだし、本人もこんなに取ってたとは思わなかったっていうコメントもいいし、そうそう、なんか全てが味わい深い。このね、女性プラス親とかの話聞きたいですもんね。あ、そうそうそう、うん、どれぐらいディル・アン・グレイ知識があったのかっていう。あ、そうだよね。あとまあね、ファンもすごい怒ってて、つか僕がこれつぶやいたのが、うん、元記事じゃなくて僕のツイートがもうえらい拡散されて、あ、ファンの怒りのツイートが全部僕にリプライで飛んでくるんですよ。超めんどくさくて、そうだよね、巻き込みリプライ、風評被害許せないみたいな、うん、まずこのカタカナ表記が許せないとか。あ、そっか、そういうことか。みんな超怒ってて、巻き込みリプライって僕に言われてもっていう。僕関係ないんですよ。本当に、そうか、たとえ自分で怒ったんだったら、うん、そんな金はあったのかっていうね。そう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 、数十万しますからね。どういうタトゥー入れてたのか分かんないけど、このぐらいだと数十万すると思うんだけどな。毎年武道館でライブやるぐらい売れてるのに。そうなんですか。あ、そうなんですか。あ、知らなかった。ごめんなさい、僕勉強不足で分かんなかったですけど、うん、名前だけは知ってましたけど。だからトミーさんがそれこそ2年、3年前か、ディル・アン・グレイ武道館と僕も出たあの武道館アイドル博の 2days っていうのやってましたからね、自分の事務所で。あ、そうなの。そうそうそう、まあ、よっぽど好きだったんですね、女性がね、ディル・アン・グレイ。いやー、ぼんや、だ、よっぽど好きだったら気づきますよ。気づくよね、おかしいって。気づくよ。じゃあ絶対ぼんやり知識だったはずなんですよ。そうか、だからタトゥーで分かっちゃったのかな、うん、タトゥーで騙されたのが、うん、すごいな、ね、この先も情報を追い続けたい。情報、うん。いや、でもこれでも裁判の結果見たいでしょ。トミーさんのコメントも聞きたいもん。あ、トミーさんに LINE で聞こうかな、うん、どうでしたあれって。あ、判決見たいですよね、でもね、この人の、うん、まあ訴訟されるでしょうからね、うんうん、当たり前だけど。確実に阿蘇山大噴火が大案件ですよ。あ、そっかそっか、あ、そっか、はい、阿蘇山さんですね、ね、うん、そこそこそこ、はい、楽しみにしてます。はいはい。タブロ編集長草田雅義とプロインタビュアー吉田豪の噂のワイドショー、ベースにてグッズ販売中、詳しくは詳細文をチェック。この放送はご覧のユーザーの皆様が支援しています。